ヤッホー、沙織です。乾杯。イエイ。おう、ドラクエ10やってきます。さて、放浪さんの試練も、はい、前回終えまして、秘密会議室に会ってまいりました。食べてんな。もうこの期間限定ご種族盛り弁当はなかなかデリシャスじゃの。すごい勢いで食べてますね今日も。ご種族をイメージした旬の食材がお互いの味をフォローしつつ、とろけるように美しいハーモニーを奏でておるわい。完璧な食レポじゃないですか。ふぉ、おお、コリアスマン、沙織、戻っておったか。はい、今来ましたよ。闘志の試練が終わり、疲れているところを呼んだりしてすまなかったの。少しばかり話をしたくてな。最初にお主と大地の箱舟で会ってからどれくらいの時が過ぎたかの。実はな、わしはあの時からお主には何か勇者につながる縁のようなものを感じておったんじゃ。ゆえにレンダーシアへと向かわせるべく、あれやこれやとやってもらったんじゃ。まさかお主が勇者の盟友であったとは、わしの見る目はなんとスペシャルかつパーフェクトなんじゃろうか。いやいや、真にグレートかつワンダフルなのはお主の方じゃな。とにもかくにも、わしが目をかけた若者がこんなに立派になってくれて嬉しいぞ。今回の試練の報酬を用意してある。わしからの選別も兼ねて受け取ってほしいんじゃ。ありがとうございます。なんかほっこりしました。放浪さん、すっきゃわ。沙織様、こちらが放浪様よりお預かりした報酬です。どうぞお受け取りください。はい、ありがとうございます。さて、これで3つ全部、すべての賢者からの試練を達成いたしました。ルシェンダさんとか来るかな、どうかな。沙織よ、お主のこれからの活躍にも大いに期待しておるぞ。さて、わしはもうしばらくぶらり箱舟の旅としゃれ込むとするかの。おおお。むちゃ楽しそうやんな、フォローさんっていつも。食べながら去ってったわ。あ、アンルシアとサーリはすべての覇女の秘技を得得したことを賢者ルシェンダに伝えた。会議室ですかね。そうですね。はい。アンルシア、サオリ、覇者の秘技の得得、大義であった。早速、英知の冠の賢者たちを召集し、このことを報告したいと思う。また集まるんですね。あ、駅弁食べ終わってた。英知の冠の諸君、ご苦労である。皆が与えた試練を果たし、勇者姫アンルシアは無事に三つの覇者の秘技を得得した。さらに勇者の盟友たる沙織の大きな成長も見逃せない。今こそ大魔王と戦う準備は整ったのだ。浮かれるのは早いぞ。覇者の秘技とて一つの技に過ぎぬ。生かすも殺すも使うもの次第よ。ブロッケン様も言っておられる。覇者の秘技は相手によって使い分けることが大切なのである。でもアンルシア姫なら大丈夫。盟友としてとても頼りになる沙織が一緒なのである。そうじゃぞ、アンルシアちゃん。勇者だからと何でもかんでも一人でやろうとしてはいかんのじゃ。うむ、神代の力を授かった勇者とて一人ではできることに限界があろう。ゆえに盟友がおり、多くの仲間がいる。勇者が彼らに勇気を分け与えることで、大いなる力の流れが生まれるのだ。それこそが大魔王に対抗できる力となる。勇者姫アンルシア、そして沙織よ、残る聖地の神の秘跡を守るにあたり、覇者の秘技を存分に役立ててほしい。神の秘跡を守り抜くことは世界の運命を変え、運命の振り子に力を与えることにもつながろう。そのことを忘れてはならんぞ。はい、ルシェンダ様、沙織と力を合わせ、私は戦い続けます。
一層勇者らしい顔になったな。そなたと沙織ならば、この世界を救えると私も信じている。英知の冠の賢者諸君、我々の役割が一つ終わったな。それでは再び集う時を待つとしよう。はい、一旦解散。沙織、今後もアンルシアの力になってくれ。しかと頼んだぞ。わかりました、任せてください。私がハジャの秘技を得得できたのはあなたがいてくれたから、これからもよろしくね、沙織。こちらこそ。はい、またこちらの運命の振り子が光り輝いております。さらなる輝きで満たすため、神の秘跡を、あ、そうか、ここからは神の秘跡探しですよね。魔のものから守り抜こうとのことです。よっしゃい、ひとまずじゃあアンルシアちゃんの元に戻っていつも通りおしゃべりいたしましょうかね。あ、部屋に帰ってきたらアンルシアちゃんが、ラスカのはしゃぐ声、コペオばあさまの焼いたふわふわのパン。あ、沙織、もしかして今の独り言聞かれちゃった？かわいい。実はね、メルサンディ村で暮らしていた時のことを思い出していたの。偽りの世界のこととはいえ、あの村でミシアとして過ごした時間は何者にも代えがたい大切な経験になったわ。かつての私はトーマ兄様や自分の身近な人を守ることまでしか考えが及んでいなかったの。でもメルサンディ村で暮らす中で、私にはたくさんの守らなきゃいけない人がいるんだって気づくことができたわ。メルサンディ村だけじゃない、私はこの世界で暮らしている全ての人々を守りたい。それが勇者としての私の役目だわ。命に代えても果たすべきことよ。そのためにもあなたの力を私に貸してほしいの。よろしくね、沙織。もうまっすぐで素敵な女性やな、ほんまに。もうキュンとしましたよ。よく来てくれたわ、沙織。私ね、戦いの後ずっとあなたのことを考えていたのよ。キャー。私が勇者の心を得得できたのはあなたが一緒に戦ってくれたおかげだから。たとえ勇者と呼ばれていようと、私一人でできることには限界があるって今回の試練で改めて分かったの。私には一緒に戦ってくれる人が必要。盟友だとかそういうのは関係なく、あなたという人が必要なの。だから沙織、これからも私に力を貸してね。私も頑張るから。あー、めっちゃテンション上がること言われちゃった。いやこれからもよろしくね。こちらこそですよ、本当に。さてさて、これで、あー、なんかね、冒険ガイドを見るようにまた世界各地を、世界各地というか連動視野内を飛び回ることになりそうですよね。うん、クエストリストを見てみても、まずはダーマ神殿、大神官様ですね、と、アラハギ色のムーミスを、そしてヤクプのおじいさんですね。あの方は腰痛治ったんでしょうか。気になりますね。この3つをクリアしないといけないっぽいです。そしてですよ、まだ行ってないといえばこちら、何でしたっけ、王族の迷宮でしたっけか。これもちょっと行ってみたいですね。じゃあ今日はこれ覗いてみますか。アンルシアちゃんと私と2人でしか行動できないので、サポート仲間を置いていくことになります。ただ仲間モンスターが連れていけるので、ちょっと育ったので連れて行ってみようと思います、せっかくなので。はい、整えてまいりました。ホイミンを仲間にしたんですよね。よいしょ。あーかわいいね。
ホイミーもね、スティックとか盾とか装備できるんで装備させてみました。かわいいね一緒に戦えるの嬉しいんですが、そしてベホマラーとかも使えるんですよね。もう立派な回復要因というか、なんというかね、安心感ありますよね。はい、ホイミンレベル50で、なんかレベル50が仲間モンスターのマックスのレベルらしくって、でこっからはなんか転生を繰り返してまたレベル1からやり直してどんどん強くなっていくらしいんですけど、ひとまずレベル50のホイミンを連れてってみたいと思います。はい、また後でね転生させてとかってもうちょっとやることが増えたんですけど、まあ楽しいですね。はい、ホイミンね、あのモンスター牧場っていうとこに預けて、フレンドの皆さんがたくさんパーティーに招待してくれて、ほんだらすくすくとあっという間に育ちましてですねありがとうございますね。もう一丁前に戦えるんじゃないかなと思うんで、今日初めて連れてってみたいと思います。よいしょ、ではアンルシアちゃんと一緒にですね、こちらじゃじゃん光の扉開いてみたいと思います。アンルシアちゃんは装備ハヤブサの見解プラス3プラチナシールドプラス2、うん、結構強いと思いますよ。スキルも割り振っておきました。よっしゃ、じゃあ行きましょうかね。勇気の奇跡を3つ使って、はぁ、あ、3つ使うんですね。はい、入ってみましょう。ドキドキ。緊張してきた。おう嬉しいな、ホイミンとアンルシアとパーティーを組んでおります。いや、なんか今までのサポート仲間よりもなんかちょっとパーティー感があって嬉しいです。なんか自分の仲間って感じしますよね。よし、じゃあ入ってみましょう。お、行き先地下1階、はい、白明の空園、うん、行きましょう。飛ばされている。お、なんか冒険が始まった。すごい素敵なところ。迷宮にいるモンスターを倒して光の霊玉霊玉を集めましょう。ただし画面左上に表示される勇気の輝きには要注意、なくなると迷宮から追い出されてしまいます。勇気の輝きがゼロになる前にできるだけ光の霊玉を集め次の扉へ進みましょう。うわー、タイムアタックですかこれいやいや、怖い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 。え、なんかさ、むっちゃ素敵なところなんですけどね、えこの空間めっちゃ良くないですか。ここわーとかってこういう風に景色を見とれてる暇もない感じですかね。え、勇気の輝きがどんどん減っていってますね。ちょっとサクサクっと行きましょう。あ、魔物発見しました。こいつらを倒していけばいいの。音楽もテンションが上がりますし、みんないるのかな、みんないるのかな、頑張って倒そうね。アンルシアちゃん強い。スライムタワーですもんね。あ、これでどん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 集めていくってことですね。はい、戦っていこう。よいしょなんだか楽しいです。はい、現場召喚とかするまでもなく火柱とか打っとこうかな。よいしょと、ドン。はいこっちおいで。あー、戦ってるよみんながホイミンかわいい。わー、嬉しいな。ねえ、みんなで一緒に頑張ろうね。うわ、あ、よく見たらさ、あの地図にですねスライムマークみたいなのがついてますね。そこに敵がいるってことなんだと思います。やっぱりそうですね。でもどんどんと勇気の輝きってやつが減ってってますね。まずいまずい。あ、いっぱい出ましたね。よいしょ、みんな頑張ろうぜ、冬ついたぜ。ですね、じゃあ名刀風までよいしょ。はい、全体攻撃全体攻撃をするまでもなく誰かが倒してくれてたわ。アンルシアちゃんが倒してくれてたのかな。だいぶ強いね、アンルシアちゃん。あ、何これ、夢見の銀箱、よくわかんないですけど、はい、持っていきましょう。今は時間がないので。これドルボード乗れないのかな。あ、乗れないんですね。コツコツと、はい、徒歩で参りましょう。あ、なんかもう一個の扉が見えました。最終的にあっこに行けばいいんですね。それまでにできる限りモンスターと戦って光の玉みたいなやつ集めていくんですよね。おう私別に何もしなくても大丈夫なんですけど、アンルシアちゃんが超強いんですけど。はい、よいしょ。はい、これもアンルシアちゃんに任せればよか、よさそうか。はい、火柱打っとこうか。よいしょ、はい、火柱ドーン。よーし、全然私より強いよね、アンルシアちゃん。ほら、すごいね、2回攻撃かっこいいね。はい、あと1匹かな。あ、ゴーレムがいる。ゴールドマンかな、ゴールドマンかゴーレムみたいな金ピカの
モンスターがいますけれども、これ戦ってる時間あるかな、ありそうですよね。あー、ゴールドマンですね。はいはいはい、よしみんなで頑張るぞと、よいしょと、ゲーム召喚しとこうかな、カカロン呼んどこうかな、よいしょ。これカカロンがさ、頭数増えるからさ、ゲーム召喚師じゃないな、ゲーム天命師、ちょっと待って、自分の職業忘れました。結構有利じゃないですか。はい、火柱ドーン、暴走したぜ、やったぜ。あ、強いな、ルシアちゃん。地割れとかの方が効くかな、どうかな、よいしょ。おー、いや火柱の方が強かったかな。よし、じゃあマグマいきましょう、よいしょ。はーい、あ、やっつけました。オッケー、やっとぜね、全部倒しましたと。あ、残り61とかなので、はい、結構余裕がございましたね。えカカロンが頭数に入るので4人で戦うことになりますもんね。結構有利有利、やったやった、天地雷鳴士でよかった。私、よし、休息の地、ほう、え、あ、増えた、勇気の輝きが240になりました。はい、え、愛の魔人って何何この人。あら、いやだわ、殴らないで、人は私を愛の魔人と呼ぶわ。そこらの魔物と一緒にしないでちょうだい。どう、勇気の輝きを20くれるなら開戦時に 20% の確率であなたたちのテンションを上げちゃうわ。取引しちゃう。ん、勇気の輝きを20与える、今240持ってますけど、あ、まあでもテンションが上がるとそれだけ倒しやすくなるってことなのか。まあこれ、はい、でやってみましょうか。キャー、早速行くよ、どっこい、ほんにゃらほほいのほい独特やな。オッケー、はい、勇気の輝きを失いましたが、テンションが上がるのでサクサクと敵をね一掃していけちゃうみたいな感じなのかな。さて、次の扉開きましたよ。さっきよりも魔物が強くなってたりすんのかな。結構いっぱい魔物がいそうな感じしませんか。場所は見た感じあんまり変わらない。あ、やっぱりちょっとだけ敵が強くなってきそうな気がします。よいしょ、テンション上がってくれればいいんですが、まあでもこの辺の敵はもうなんか結構一撃二撃ぐらいで倒せるんじゃないかなテンション上がってたかな今ね。ちょっと強かったよね、火柱にしては。あー、綺麗だな綺麗だなって言ってる暇はないんです。見て、これはちょっと突っ込まざるを得ないんですけど、月が沈んでる、お昼やのに不思議。あー、すごいやばいやばいやばい、早くしな早くしな。あー、強そうになってきた、どんどん魔物が、よいしょ、戦ってこう。いやー、スマイルリザード、はい、火柱打ってこう、えい、どん、おー、アンルシアちゃん強い、勇者姫かっこええな。2匹出たよ、頑張る。あ、勇者の輝きが増えた、増えたりするんや。そうなんや、見てなかったな今まで。キャットフライはなんかよく眠ってますね。メドフマドン、時間との戦いなのでね、どんどんなんか私も攻撃、カカロン呼ぶよりは自分で攻撃した方がいいかな今のところはね。よしよしよし、いや、アンルシアちゃんがレベル20やのにほんまに強いんですよね、ほらよいしょ、とても楽しいのですけれどあと1匹です、頑張ろう。あキングスライムがいるよ、わー綺麗だな景色も綺麗なところやし、魔物は可愛いし、ホイミンとアンルシアと一緒やし、テンションが上がるのですが、どもどもどもを倒させていただきますね。最後だけは、ちょっと待って間違えた、最後だけはバルバルとか読んだらいいかな。ホイミンも回復できますからね、ちょっと攻撃力が高いタイプのゲンマを召喚してみましたが、あれアンルシアちゃんが一人で倒しちゃいました。オッケー、それではここまたくぐっていけばいいんですか。第二の領域って書いてるけど、あと何個ぐらいあるんでしょうかね。あ、神殿への道あって、へえ、力の魔人ってやつがいるわ。また持っていた勇気の輝きが消えた。あ、そうなんや、光の霊力8個が勇気の輝き240に変わった。へえ、じゃあこれがラストかな。ねえ、力の魔人は何をしてくれるんでしょうか。おお、私とってもいい魔人、めっちゃ怪しい、優に素敵なマジックかけちゃうよ今日ね。魔人はちょっと男を見せたいね、
勇気の輝き14くれるなら 15% の確率で特技が2回発生する。魔法をかけるけどどうよ。あ、これは乗りましょうか。オッケー、それじゃあ行くよ。どっこい本やら、ほほいのほい、さっきと一緒やねんけど掛け声流行ってんかな、魔人の中で。はい、これでと、特技発生確率 15%、 そして引き続きテンションアップ確率も 20% 残ってるのでかなり有利になったんじゃないでしょうか。じゃあ神殿に行きましょう。ほい。神殿というところにやってまいりました。ここがラストなんだと思いますけれど、はい、あ、これボス戦かな。なんかマークが赤色になってるので、さっきまで青色だったので、こいつが最後の敵なんじゃないでしょうか。お、ボス戦の音楽ですね。え、なんて、なんかすごいかっこいい名前やったけど、なにこれ、かっこええな。ハッキマル。めっちゃかっこええんやけど、カッカロン呼びましょうかね、ボス戦なので。あー、ルシアちゃん強いな。よいしょ、はい、カカロン呼びました。あ、なんかホイミンが素敵な魔法、この天使の祈り的なやつをやってましたね。ピオリもかけましょうか。いや、こっからどうなんやろうな。自分でガンガン攻めてった方がいいかな。でもな、勇者の輝きまだまだ残りありますので、私はサポート呪文、サポート魔法とかをしっかりやってって、はい、風切りの前もしっかりかけていってと、この辺からどんどん放っていきますか。あ、動けなくなっちゃった。誰か助けて。役立たずなんですけれど、はい、ちょっと待って、火柱打ってこうか。火柱とか効かんか。炎耐性ありますね、やっぱりね。足が燃えてるもんね。あ、またなんかショックを受けて動けなくなってしまったんですけれど、ちょっとすいません、ほんとすいません。アルシアちゃんに任せよう。もうなんかホイミンもなんか、かわいい、なにその攻撃、ホイミンかわいかった、今の攻撃。テンションが上がりました。そしてハッキマルをアンルシアちゃんがやっつけました。私ほぼ何もしてないんですけれど、はい、ま、風切りの前でちょっと強くしたって感じ。あ、レベルが上がりました、アンルシアちゃんの。わー、そういう感じなんや。なるほどね、ここの中でどんどんレベルが上がっていくってことですよね。はい、次の部屋への扉が開いた。まだ先があるのでしょうか。え、どっちだ、こっちか。はい、神殿の入り口、もしかしてこっからが本番、もしかして。分からんけど、あ、うつしおの境界地。え、何ここ。あ、今輝きの残りは減らずに残ってくれてますね。おお、この気配は生きた人間なのか。ならばお前たちは新たな時代の勇者とその盟友ということ。新たな時代、輝かしくも忌まわしきあの時代からどれだけの月日が経ったのだろうか。すごい昔に生けてた人たちなのかな、ここにいるのは。謎の亡霊、こっちは女性ですね。この迷宮をさまよう魂は深い未練を残してこの世を去ったグランゼドーラ王家ゆかりの者たち。え、そうなんや。そしてこの美しき迷宮は死者の魂が作った永遠の楽園、いいえ、牢獄と呼んだ方がふさわしい場所かもしれませんね。あなたたちにも迷宮の底に響く悲鳴が聞こえるでしょうか。あなたたちも知るであろう、あのお方の痛ましい声が。あのお方って何？誰のこと？昔の勇者様とか？あの勇者像、グランゼドーラの1階に大きい勇者像立ってるじゃないですか。あの勇者様のことかな、もしかして。違うかもしれないけど。え、なんかこっからよからぬ色が出てますけれど、これなんだ？あ、これ外界に通じる扉。こっから戻れるって感じなのかな。帰れそうですよね、こっからは。こっちは？あ、まだ続いてますね、うつしおの境界地。これは？あ、開かないんですって。あ、そうなんですね。じゃあ戻るしかないってことか。あー、じゃあここはさ、亡霊さんたちがいるし、うつしおの境界地っていうぐらいやから、あの世とこの世の境目的なところ。でもすごい気になることを言っていたよね、あの方の悲鳴が聞こえるでしょうみたいな。まだ謎は多いですが、一旦戻るしかなさそうなので、はい、戻ってみますね。はい、解放しましょう。これで現世に戻れると。はい、外界への扉を開いたと。あ、夢見の箱が光を放ち、うつしおの箱に変わった。はい、うつしおの銀箱を1個手に入れた。はい、何でしょうこれ。
王家の迷宮で手に入る夢見の箱は迷宮クリアすることで写し用の箱に変わり中身を取り出すことができるようになります。あ、そうなんや、なんか入ってるんですね。あ、わかりました、使ってみたいと思います。後ではい、白明の空園をクリアいたしました。はい、戻っていきます。戻ってまいりました。あー、そんな感じでアンルシアちゃんのレベルが上がったり、さっきの謎の箱、箱開けてみましょう。早速あった写し用の銀箱、はい、使ってみましょう。福引き券が入ってた。こういうなんかおまけみたいなのがもらえたりとかもするってことか。なるほど。まあアンルシアちゃんまだレベルが22か、今日で2個上がりましたけど、それでもレベル22なので、どんどん不思議な迷宮も並行して行っていかないといけないってことなんですよね。はい、というわけで今日はアンルシアちゃんとの絆がより一層深まった感じしたしね、試練3つクリアしてね、嬉しいことも言ってくれたりしてさ、ほんでさっきの王家の迷宮ではもうほんまに共闘って感じですよね。私がまあ言うなれば魔法使いポジションで、アンルシアちゃんがもう果敢に攻めて剣で切り刻んでいくみたいな感じやし、でハイミンが回復してくれてみたいな、すごくいいパーティーができたんじゃないですかこれね。うわ、今後もワクワクします。で、王家の迷宮は、まあ、裏でもちょっと頑張って進めていって、アンルシアちゃんを強くしていきたいと思います。では次回はメインストーリー進めていきましょう。気になりますね、またね、いろんな世界各地を回る感じになりそうなので、はい、今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。